鳥先生の、まず野焼きっていうのはこう畑をそのまま焼いてるんですか。いやまだね畑にできてない部分があるから、うん、あの草がもうぼうぼうとなっているところ、整地してる状況みたいなんですね、うん、それでじゃその草に火をつけて焼いちゃってるんですか。そう、それちょっとね、問題じゃないかなと。市役所は規制 しないですね。市役所じゃなくて、もうね、つい 2,3 日の前の話なので、うん、警察の方に相談してるんですけど、仲裁者の方とその業者側とこう交えて話したときに、うん、やめることができないと言われまして。あ、そうですか。そう、肉肉の策なんですけど、午前中だけでとか言うのが、でも5時間は燃やさなきゃみたいなこと言われてるんです。で、そうするとその煙っていうか、あのとても苦痛に感じられるでしょ。いや、苦痛どころじゃないですね。息吸えないもの。いや、皆さんだって火事の中、煙なんかいられないのと同じです。なるほど。あとあの、シャワーを浴びられないっていうのはやっぱり給湯器の音が苦痛ってこと。そうですね、給湯器だと通電してしまうので両方で気持ち悪くなっちゃう、うん、あ、そうすると電気を使っての給湯、ガス給湯器なんですけど、あ、電気も使うからね。そう、あ、そうですよね。あ、それはね、で、あのガス給湯器の向きも変えてもらったんですね窓側に据えてたんですけど、うん、そういう工事もしたんです、うん、じゃあやっぱりその機器から出る電磁波が気になるってことですか。はい、あの自分では大丈夫と思ってても、うん、これくらい大丈夫だってすごい自分の中で思ってても、うんうん、後ですごい実感が出るの、うん、あとは夏場エアコンなんか冷房は使えない、ね、使えない、扇風機も使えない、扇風機も使えない、冷蔵庫もない、冷蔵庫もない、でほとんど電気はもちろん照明もほとんど使わないんでしょ。照明全く使わないですね。全く使わない、乾電池駆動のものであれば遠ざけて使える、うん、ラジオとかね、 ラジオはもう今度電波の害があるんで、はい、ラジオ使えない、乾電池でも、ラジオだってもうそれはもう頭が痛くなります。乾電池のものでもダメですか。そこはで電波と、うん、磁場とまた別物、うん、なんて言ったらいいの、いや電磁波っていう一括りの中でも、うん、その種類が違う、波長が違うもの。波長が違います、うん、でも電磁波全般ダメなんです、うん、あの影響を受けてしまうというか、うん、じゃあ新聞は、新聞撮ってないです。撮ってないですか。はい、世の中コロナコロナ言ってて何言ってんのと思ってますよ、うん、なんでみんな急にマスクつけてんのみたいな感じだったですそうですか。じゃあちょっとで、テレビ、ラジオ、新聞ない。ない。やっぱ世の中の動きは分かんない。分かんないですよね。で、行政側からの、桐生市からのコープですか、うん、あれも民生委員さんに届けてもらってるつもりなんですけど、うん、なんか急に来なかった。うん、市のコープ。はい。あ、そうなんですか。なんだ。あの、桐生市、基本的に仕事しないです。私からの訴え、全部無視でした。市の職員がこちらに出向いてっていうのは全然ない。なかった。全然ないですか。はい。こんなに苦しいのにって行けないのに、うん、知人を返して言って、うん、もう来なくて、で知人が言ったんです。それは法律なんですか、それともマイルールというかそっちの方針なんですかって、うん、なんで来ない、ここまで言ってるのに来なかったんですね、うん、だからしょうがないよ、どういう手立てで私自分の身を守る。そしたら警察を通してあなた方を呼ぶしかなかったですね。目先はだけどこれから暑くなってくると本当に困るね。はい、泡吹いて寝てますよ。いや、熱中症も含めて、うん、つまりはやっぱり冷蔵庫は無理なわけだよね。無理ですね。そうすると生き死にの問題も含めて
死ぬ思い何度もしてますよ、うん、よく耐えて私はこの体に本当に愛おしく思いますよ、うん、しかも夏になるように必ず冷房で室外機がそこもあるんです、うんうん、運気変えてくださいっていう交渉でも応じてもらえませんでした、うん、そりゃそうでしょ、うんうん、そうか、じゃあいいですね、コープが届くと保冷剤が唯一の冷たいものって感じですね。さすが奥さん、あ、それも一日で溶けるんですね、うん、食品もね、なんか保存するために入れっぱなしで頑張るって感じなんですかね。そうなんです。コープさんにもその話、私がこういう状況だから、うん、あの冷蔵庫も使えない状況だからってお願いして、うん、そこのドライバーさんが気遣ってくれて、1個の冷凍品しか買ってないのにもかかわらず一応ドライアイスに入れてくれたりね、そういう配慮をしてくれてるんです。生協、うん、はあれですか、あのやっぱりそういった安全な食品を届けてくれるような生協を使ってますか。一応それ使ってはみたんですけど、生協さんの生協さんとパルシステムさん使ったんです、うん、あ、同じ生協グループなんだけどちょっと会社が違って、パルシステムさんの方が安全食品を取り扱ってます。ただそっちはドライバー その対応が悪くてっていうのと、あとガス車すんごいうるさくって、もう止まれなと思ってエンジン吹かされたりするのも嫌でやめました。今休止中で、もう一つの方、四つ葉生協とか知ってますか。四つ葉生協、うん、あと生活クラブなんてもあります。あ、そういうのもあるんですか。電話番号とかは分からないんですけど、え、まあちょっとそれ調べます。あの会場の人はよく使ってるんですよ、四つ葉生協と生活クラブ。へえ、うん、生活クラブ、その今この宅配業の方もやっぱコロナの関係ですごいあの注文数が増えちゃってて、生協さんの商品注文したら届かないんです、うんうん、だから何社かこういうの、うん、契約しておくのは確かにあのそうですよ、ね、リスクヘッジになるんです、うん、あの電磁波の、まあ、電磁波カミューションの団体で、北海道の加藤康子さんっていう人が主催してる団体があるんですけど、知らない、知ってます。ああ、知らないです。化学物質の支援で CS っていうのがあるんですけど、はい、それ知ってますか。化学物質さん、ああそれは CS って呼ばれてるっていうだけですね。え、まあ、そこのなんか団体と、うん、ああまあそこだから、まあ、両方とも会員になるとあの年に何回か会合が送られてきて、うん、そういった情報が、そうですね、CS 展示班の方は私はまだ会員になってなくて、うん、だって会合も読めないから一応クロハニさん経営でいつもそんなやってもらってるんですけど、うん、それもね、あの、うん、何かこうヒントになることがあると思いますよね。うん、ただね、私が関わるそのもう黒羽さんも疲れ切っちゃってて若干あの関われば関わるほどやっぱりみんな自分の生活がある中で私を支援するんで、うん、やっぱ手一杯になっちゃうんですよね、うん、それを見てるのもやっぱ苦しい、心苦しいんですよ。私が持ってる情報だったらいつでも送りますから、何ですか、こっち、ここの住所は、あ、住所、うん、あ、住所分かります、分かります、あ、じゃあ、そうですね、あ、じゃあ後で、向こうから、はい、あと普通はブレーカー落としてるんですか。ずっと落としてます、今も消えてる。全部、全部、全部落としてる。はい、元から。あ、そうなんですか。はい、じゃあそのカメラはあれですね、バッテリー、バッテリー、バッテリーね。あ、で今全全く電気使えないわけですね。全く使えない。使えない。あ、そうですか。うん、あの入れて、うん、あのやっぱり体力がある時はなんとか耐えてるんですけ
ど、うん、だん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 やっぱ気持ち悪いとだるーとかなって、うん、なのでやっぱね、うん、耐えられないから分かりますよね、電気入ってるっていうのはね。調理はガスコンロ。そうです。で、の雪のせいでガスコンロも使えねえやつ状態です。だから換気ができないから。あ、換気できないから。ガスのコンロを外に受けちゃうんで。そうか。そうね。調理は何を食べてんのってよく言われますけど、大体乾物ですね。をなんとか調理して、うん、だからお肉とか魚とかそういったものっていうのは、うん、その生協さんの、うん、頼んだその初日、次の日、うん、解凍できたその次の日に食べれるっていう、うん、でもさ、取っておけないから、うん、週に1回だけ、やったお肉みたいな、その楽しみながら、うん、じゃあタンパク質どうやって取ってんのって言ったら、うん、まあ、自分たちで作ったまあプロテインですね。クルハニさんと一緒に仕事してた時に作ったのがプロテインなんですけど、うん、それはホエイとか大豆とかはそういうアレルギーを発生するようなものを使わなくて、5種類の植物を使ったすごい安全性に考慮したプロテイン作ったんですよ、うん。そのおかげだからスポーツ選手さんとかはすごいホエイとかすごいそのミュートとか使ってるものを飲んでるせいで肌荒れがひどいんですよね。でも私たちが作ったプロテインに切り替えたら肌荒れ治ったって言ってましたから、うん、それだけ安全で健康的なタンパク質を取ってます。今プロテイン人気なんでしょう。大人気だから種類タイプ出てるし、ちょっと昔のイメージのマッチョのためっていうんじゃなくなってるって言ってたよね。なくなってますね。女性はダイエットに使ったりしてますしね、うん、変な人工甘味料とかいろいろ使われてるものが多いんで、うんうん、そういうの嫌だから、うん、もっと健康に本当の健康になれるプロテイン作ろうよってことで作りました、うん。困ってるのは水ですかね。水が足らない。浄水器をつけてるんですけど、うん、やっぱね、水道水は飲めないんですね。カルキ臭かったりとかで、うん、シャワーもやっぱ浄水器使って、うんうん、使ってるんですけど、まあ、つまりね、自分の生命維持するのにお金がまあかかるかかる、うん、経済的な苦しいものが出てきちゃうので、自分は働けないし、どうしよう、ニュース的な YouTuber みたいな感じになってるんで、うん、うん、それもあって、うん、ますね。一番困ってるのは行政側の対応ですね。やっぱり一から説明しなければ分かってもらえないのと、うん、そんな体力がないよっていうのと、説明しても分かってもらえなくて精神病扱いで向こうから電話切ったりとか、うん、来てもらえなかったりとか、うん、そういうのが怖いことです、うん。議員さんなんかも理解してくれる人いないですか。議員さんは私そうこれからYouTube を通してちょっと投げかけようと思ってるんですけども、まず知り合いがいない、うん。でも何ですか、嘆願書っていうんですか、陳書と請願、を出そうと思って一応そのフォーマットだけは準備したんです、うん。でもいろいろお願いしたことがいっぱいありすぎちゃって、うん、どうしようと思ってるんですけど、議員さんを通してっていうそのやり取りがまだうまく活用できてないです、まあ、そこもやっぱ考えてます。まず市に対してはそのマイルール通さないで困ってる人本当に助けに来てよって言いたいし、ね、
市に対する要望と国に対する要望っていうのがやっぱ別個で出さなきゃならないみたいなんですけど、でも国を動かすにはやっぱりね、集団の結束力がないとできないでしょう、うん、そこまでの力がなくて、やっぱどっちにしてもその行政側を動いてもらわなきゃいけないので、まず行政を動かすために自分ができる範囲のところを連絡するしかなくなっているわけです、うん、実際患者さんの団体はその団体として、国に緊張したりとか活動してるんですけどね、はい、なかなかとてもいいでもらえないというか、そう、そういった現実です。そうです、うん、現実はそうなんです。例えばその室外機だって向きの変更とかやったってその狭い隣でどうやってやるのっていう話ですし、うん、あとそういった産業の問題がありますから、うん、ストップせざるを得ないことも往々にありますよね。工事だってそう、止めることができない、うん、農業もそうです。今回の件でずらせないのって、期間を私引っ越すよ、引っ越すまでの間ずらせないのって言ったらずらせない。なぜかそれはコロナの関係で失業した人とか、定年退職をして、ね、職業がなくなった人を雇ってて、もうだからその人たちにも仕事をしてもらわなければならない状況にあるから動かせない、うんうん、そういった経済状況の、うん、だから私一人は苦しんでなきゃならない状態になっちゃってる、どうしてもね。そしたらやっぱり今度逃げ道を探すのに、日本全国逃げられない、どうする、海外にも行きたくても行けない、どうする。私本気で尊厳死受けたくって海外に行こうとしたんです。でもそれもできなくなった。日本は尊厳死制度もない、どうする。でも唯一の望みが他界することにしか望みがかけられなくなるんですよ、ここまで苦しいとね。今言った尊厳死ということでの海外っていうのはどちらの国？その時調べたのが、うん、スイスだったっけ、もうちょっと忘れちゃった、スウェーデン、スイスですよね、スイス。外国人を受け入れてるのが1カ国しかなかった、うん、3カ国あったんです、うん、世界で、うん、外国人に受け入れるのは1カ国だけしかない。でもそのためにも費用が200万円以上かかる、うんうん、その金もない、あどうしよう。しかも電車が見えて私停止ファームショコグで飛行機に乗れない。しかも私は語学がないのでそこまで英語で自分で説明できない、どうしようってなって、うん、そうだね、まあうん、逃げ場がなくって逃走しても勝てない、結局家で止めてるしかない、うん、そういう状況なんです。いいですか、うん、お話伺わせてもらって、で国保さんはご自身ではもうブレーカーを落としての今の環境も含めて自分なりになんとかね、過ごしやすいようになんとかやってらっしゃる。じゃあそれに対してじゃあこちらが何をどうやって協力ができるかっていうのは今日は話がね幅が何しろ広いので、でも目先でどっから手をつければいいのかっていうのはちょっとねまた戻って相談していきたいと思います、はいはい、長い時間お話を伺わせてもらって、はい、今日はありがとうございます。でもその後どういうふうな形で私待ってればいいんですか、あのこれ連絡をどういうふうにするかっていうのはまず今のところ窓口はあの桐生保健福祉事務所の方で、桐生保健福祉事務所はあの県の機関だからうちの群馬県心の健康センターとも当然つながりがありますので、そこのところに連絡してもらえると話がつながるんだけども、先ほど出た例えば 黒羽さん、はい、あのその窓口のやり取りだとかってどのぐらいできるのかってちょっと分かんないんだけど、どうなんでしょうねやり取り。今回警察を通じてうちの署の方に連絡があったってことなんだけども、はい、もし困ったことがあってだとか定期的に連絡を入れたいということだったらば、保健所に私の前あの、直接連絡いただいて、あるいはどうもろうか、
電話でも基本ごろかさんちゃんと窓口になってもらう方がこれがいいと思うね。あ、はいはい。あ、皆さんの名刺ないんですか？私覚えられない。うん、はい。あ、かわいいよ。かわいいですね、くまちゃんのです。かわいくない。ものすごいあの、うん、ありがとうございます。あれ、アクリルも普通の感じです。すごい渋い、ちょっと話しない。かわいいですね。ありがとうございます。車さんで、こんなかわいい顔して、私本当に行政に何度も無視されて、全然かわいくねえよって思いますよ、なっちゃって。本当はゆうまちゃんだったくせに。あ、よくご存知。そう。可愛くなかったよね。ゆうまちゃん。あ、そう。なんか遠慮なく連絡ください。ありがとうございます。ね、ね、はい、健康に関することならどんなことでも、そう、遠慮の方が勝てたりも務めですから、ね。あ、本当ですか。ありがとうございます。うん、あの工事現場の方との話の時に服部さんだけだったんですよ、私の説明を聞いてうなずいてくれて、うん、ちょ、実は私もちょっと過去女房が過敏症なんで、妻が過敏症なんです。ああ、それでいろいろご存知だったんですね。あとだから他にもいろいろ知ってるんです、過敏症です付け合いというか、団体の人の介護にも1回出たり、あ、化学物過敏症ですけどね、はい、埼玉の株式会長の団体の人たちに参加したりとか、あと臨床環境医学会っていうのがあるんですけど、知ってます？日本臨床環境医学会。ああ、いいですね。その花粉症の研究してる人たちの学会なんですけど。ああ、こんなに進んでるんですね、化学物質の方に。いや、それ化学物質だけじゃない、全然赤瓶も含めて。ああ、そうなんですか。その学会は。みんなそれに関心を持ってる研究者が参加してる学会。あの、HSPで最近聞くと思うんですけど、精神科医の方じゃなくて20年前になんか検証されたことらしいんですけど、その中にやっぱり化学物質とか電磁波とか周波数とかに過敏な方がいるっていうのの人の、まあ、部類に入るっぽいんですけど、自分はちょっとこういうことを言うと妄想のその統合失調症の方に分類されるんじゃないかと思って恐れて言わなかったんですけど、私はこれを障害者扱いされてないんだったら進化している人間なんじゃないかぐらい思ってるんです、うん、でなんて言ったら人類にこうやってね、やっぱ研究されてるように実際に実害があることに対してそれに反応してるわけなのだから、すごい察知能力、ね、危険察知能力がすごいんだ自分はと思ってるんですよ、うんうん、そうだから私の能力はすごい逆に今まで人間が塞ぎ込んでて使えなかった能力が蓋が外れてパーンって開花したんだって自分の中では整理して、まあ、そういう風に言わないとね、みんながこう精神病精神病みたいな扱いをするから、逆にそうじゃないぐらいの方に行かないと自尊心が保てないんですけど。いや、でもその考え方はとてもね大事だっていう風に思いました。そうですか、うん、だから、だって今あるこの環境において健常者と障害者って言ってるわけだけども、たまたま今ある環境でそうなってるっていうのは違うでしょっていうことになったらば、そうじゃなくなっちゃうからね、反転しちゃうわけだからね、はい、うん、だから今言われたことっていうのはその考え方とても大事だし、大事だけど、じゃあ今すぐなんとかなるかっつったらね、そうなるね。でも希望してないんだ。はい、ね、うん、今日来てもらって、うん、警察の方もね、あなたの味方だっていうふうに言ってくれたことで、何が味方だよと思うような対応を他の人にはされてるけど、でもそうやって一人の人から派生して2、3来てくださって本気で向き合ってくれるようになるっていうことはやっぱり希望として一つ忘れないでいたいと思ってますね。このまま本当一人ぼっちだったらやっぱ希望はなかったんですけど、1年前よりは確実に希望を持ててます。なぜなら黒羽さんがまず協力者になってくれて、うん、広がってくれて、
で、ずっと苦しいんですけど、なんとか自分もほんのちょっと体力が回復して、いろんなところに連絡して、今この子が持てたことがすごい。自分に対してもよくやったぞって褒めたら今いるところです。この役の件でもどうしようどうしようと思って、本当エンディングノートもちゃんと作成してるんですよ。本当いざという時に死んでしまう可能性もなきにしもあらずなので。っていうのもやっぱり人間の精神いつぶっ壊れるかわからないんで、もう本当ギリギリのところで生きてるから、やっぱり苦しいよ苦しいよって言っても電話その先の人は何もできないわけよ。でも自分もパニックになっちゃってるからどうしていいかがわからなくて、その時に、そういうことがあったよって一歩入れられればね、また変わると思う。はい、じゃあ一歩入れてください。はい、入れさせていただきます。もが多かったんですか、一応まだ口が、はい、じゃあ、いきます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。